ずるずる毎日ラーメンをすする男すするです。スミレ出身の横浜味噌ラーメンはこちら、水木さん。札幌味噌ラーメンの名店といえばスミレと純連。最近では都内にもその名店出身の味噌ラーメンのお店が増え、純スミ系と言われています。水木さんもスミレ出身ということで、中華鍋でスープを炒めて作る焼き味噌ラーメンが売りのお店です。早速そのスープからすすってみると、まろやかでこってり濃厚、コクのある味噌味が口内に広がっていき、動物系の出汁と味噌のバランスがよく、奥深い旨味が最高です。さあ続いて、札幌味噌ラーメンらしい黄色い中太縮れ麺とご対面して、いざすすってみると、プリプリとした食感でスープとの絡みも抜群。もやしやネギなどのトッピングに加え、ひき肉もたっぷり入っていて、これがまたスープに肉の旨味を加えてくれるので、どんどんすすっていき、水木先生もきっと満足してくれるでしょう。肉質しっかりめのチャーシューもラーメンに合っていて美味しく、これには思わずチャーハンも食らっていくと、米粒一粒一粒にしっかり油が絡んでいるパラパラ食感でうまい。チャーハンに添えられた紅生姜もすっきりと爽やかなアクセントを添えてくれてナイスです。そんなこんなでスピードは衰えることなく麺をすすり続け、チャーハンもかき込めば、ラストに黄身がトロットロの味玉もパクッと食らい、大満足で完食です。純スミ系の味噌ラーメンの美味しさも改めて実感でき、サイドメニューのチャーハンまで美味しく、札幌へ行きたい気持ちもぐんと高まる一杯でした。次回は醤油や塩もすすってみたいです。それでは水木さん、ごそれ。